新公部4年7月11日は、高麗末期、京敏王の時代の僧。法名は返上。神は、属性、は、原属での名。父は、不詳。母は、桂城兼玉川寺の土肥。死亡性官護児。当初王の信頼も厚かったが、僧の品位に欠けるほか、傍若無人な振る舞いで信任を失い、無本の計画も失敗に終わり、流刑御処刑された。 なお、第32代高麗王の王は、高麗史上は、真の子として扱われ、それ、古真と呼ばれ、その古第33代高麗王、王政も、真政と呼ばれている。したがって、彼らは、正当な高麗王の家系でなく王位継承権がなく、王位を前上された李氏朝鮮の大祖理政経が、正当な高麗の王位継承者と記述されている。 当国総二録によれば、新、署名返上。本玉川寺女の子も、母静。不死用そのと、興味も、かつて夢人罰剣座しをのれ、雄奏、救い特面。王子の、解禁元長い返上。味その顔、衣装、王太尉の、友を派弁給、地位特動、王大、しばしば飯時代、李正義美の曰く、乱国家者、 必ずこのこんなり、手の雲またもっため、あやかし人、欲殺の、大人カレー日の、二人騎士、後を発ためずだ、名神また、来る越、四樹大王子小ため死婦、四法国生、ことぶ不重、ひとたふの、死大部の最小、も、ため紙像、長法具法事士、長渡し園、右制限リアリは礼枠、妖物五国、 ふかふさ、水上祖曰く、新津駅場出入校門、友殿下並み、巨古その在家やドリキショ拝見に挙げ、皆座ちの、家ども、西岸金、人と春また未遊女子のうんん、主題度、命紛その書、飯あり我面積の、自身、友大体浴、あり我目質の曰く、老僧なんと組む礼、 郊外ふさとるした床、大湯、ど、下順軍国まりの、変ため調査官務む、王治むを治案しため日、一日内縁、二日自立、新意を曰く、二日燃焼、制定不移老化、その方満無礼類これ、原風人閣議、舞家族説、貧主専王量山、電池地粉、不葬式、危機の狂気、昭和未制限、 異変状。ため森まさり順どんどん勝利法よ行進壁上三冠、三重大、京寮都千日市市市半観察しことは市場不倫君。日下町増六市事県繁殖も幹事、市省精神。解明。制限リアリわれ上層家中心挑発。最小等、拓通る大引き心。入見大康良比 AB 心。無本流、薄い原薇利市朝鮮王朝の成立後。 民からの歴史書等輸入を厳しく禁止、噴書政策をも行う他に、高麗時代の様々な歴史書も次々と噴書し、自ら編纂した高麗詩だけを正当な聖詩としている。加えて、弁府外交を通じて、民の歴史書への書き換えをも要求していた。 http://japan.hani.co.kr/.rt/.economy/.25-03.html <ッ>ありがとうございます。